ウクライナのゼレンスキー大統領は6月28日にビデオ演説にて、ウクライナ軍は積極的にロシア軍に対して攻撃を仕掛けているすべての戦線において前進していると述べていたね。反転攻勢作戦が着実に進展していると主張したわけだな。一斉反攻の時も着々と近づいているように思えるぜ。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍が領土奪還に向けて前進していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ゼレンスキー大統領は23日に、東部ドネツク州と南部ザポリージャ州の最前線で戦う部隊を視察するとともに、首都キーウに戻る列車の中で撮影され同日に流された恒例のビデオ演説において、ウクライナ軍は全ての戦線において前進を続けているとして反転攻勢作戦が順調に推移していることを主張したよ。最前線の視察では部隊の兵士たちに対して勲章を授与して激励し、ロシア軍の激しい抵抗に遭い当初の想定よりも苦戦が伝えられている中で、わずかずつながらも前進を続けている各地の部隊の士気を高めることが目的とみられているね。直近のウクライナ軍は、バフムート近郊とアウディーユカ近郊で特に前進していることが報告されているほか、ヘルソン州のアントニフスキー橋たもとのドニプロ川左岸のダチニと化して、橋頭保を確保しつつあるんだけど、これらはまだウクライナ軍による本格的な反転攻勢作戦とは見られておらず、西側諸国からの戦車などの装甲戦闘車が供与されたことで新編成された、12個機甲旅団4万から4万、5千人とされる反転攻勢部隊の大半はまだ待機しているものとみられているんだ。マヤル国防次官が複数の方向から同時に攻勢に出ていると言及したバフムート近郊では、スラビャンスクとバフムートを結ぶ幹線道路 M3 沿いにロシア軍を押し返しつつあり、ベルヒフカ貯水池付近では東のヤヒドネ方向に前進しているほか、バフムートの南西にあるイワニフスキー方向からバフムート市内に向けて前進している部隊と、イワニフスキー南東にあるクリシェイフカ北西にある防御陣地に到達したとされ、さらに南では水路を越えてクルジュミフカへの攻撃を開始しているよ。このクルジュミフカにある水路の水門をウクライナ軍が支配している動画や画像が公開され視覚的証拠も登場しており、ここを抑えたことによってウクライナ軍はバフムートに対して南から機械化部隊で攻めるための道を確保できたことになるね。またバフムートから南、ドネツク州の州都ドネツク近郊の北にあるアウディーユカの周辺では、クラスノホリフカベゼルカムヤンカ方向に最大で 1km 以上前進していて、アウディーユカの南にあってドネツク国際空港などに強いオプトネやボーダイン方向にも反撃して、完全な支配下ではないグレーゾーンだった土地を奪還しており、これまでアウディーユカを包囲しようと前進していたロシア軍が押し戻され始めているぜ。アウディーユカ近郊では特に、コンスタンチノフスカとドネツクを結ぶ幹線道路 H20 沿いにある集落を、ウクライナ軍が奪還しているが、ロシア側情報源はウクライナ軍が失った。アウディーユカにクラスノホリフカとベゼルを奪還するため大規模な攻勢を準備しているとも主張し始めたな。これについてロシア側の情報として、ウクライナ軍が最大2万人の戦力、戦車80両、装甲車両400両、野砲迫撃砲270門をアウディーユカ方面に集中させていると投稿されているが、この情報を裏付ける証拠となる動画や画像はまだ見つかっていないらしい。一方南部戦線では、ザポリージャ州の交通の要衝であるメリトポリにつながるトクマクに向かって、ウクライナ軍部隊が進行しているけど、このザポリージャ州でもウクライナ軍がじりじりと進軍していて、オレホボからロボタインを目指して進んでいるウクライナ軍部隊はトクマクにつながる幹線道路 T408 沿いに約 1km 前進したほか、T803 沿いにさらに南の地域にやはり 1km ほど前進していることから、ドニプロ川沿いにバシリウカの奪還を狙っているとみられるカムヤンスキー方向と同じく、ロシア軍が構築した防衛ライン突破をかけた本格的な攻防戦に突入する可能性が高いとみられているね。またヘルソン州に展開しているウクライナ軍部隊は、州都ヘルソン市付近においてボートなどでドニプロ川を溶かして、ダチという集落を奪還したとみられるウクライナ軍部隊は、
ロシア側がロシア軍の TOSH-8 BM-21 がダチの敵を焼き払い始めたと報告していたが、その後この情報投稿者と同じ人物と見られる投稿において残念ながらダチの敵を追い払うことができず定着し始めたと報告していることから、どうやらウクライナ軍はロシア軍のコレラ多連装ロケット砲システムマースによる攻撃に耐え、ドニプロ川東岸でコンカ川との中州にあるダチを確保していると見られ、ここを共闘歩としてさらに数個旅団がコンカ川を溶かしてオレシキを奪還するというシナリオが現実味を帯びているぜ。ウクライナのレズニコフ国防相は28日、ここ数週間に報告されているロシア軍に占領されていた集落や地域の奪還解放は、我々がこれまで計画してきたメインイベントではないとした上で、我々はまだ準備した予備戦力の大半も作戦に投入しておらず、メインイベントはまだ先であるとして、もしそれが動き出せば、多くの人々がそれを確認して目撃することになるだろうと述べ、西側のメディアや軍事専門家などによって、ロシア軍の防衛陣地が強固なために計画通りに進軍することができず、ゆっくりとしか前進できないと指摘されていることについて否定したみたい。そしてさらに、これらの戦果の他にまだ公式には発表されていない成功もあるが、それらの戦果を公表することで担当している部隊を危険にさらす恐れがあり、参謀本部では部隊の安全のために発表を控えていると付け加えて、これまでに明らかにされている戦果以上に、ウクライナ軍が前進している可能性があることを示唆したよ。これらの反転攻勢を受ける戦果とは裏腹に、ロシア軍によるウクライナ各都市の民間施設やインフラなどへのミサイル攻撃は継続されており、27日には東部ドネツク州クラマトルスク中心部にあるレストランとショッピングエリアがミサイルによる攻撃を受けて、少女3人を含む民間人4人が死亡して生後8ヶ月の赤ん坊や外国人3人を含む40人以上が負傷したな。クラマトルスクは人口15万人ほどの小都市であるが、ロシア軍にその多くを占領されているウクライナ東部ドンバス地方において、未だウクライナ軍の支配下にある都市の一つであり、最前線からは 30km ほどしか離れておらず、これまでもたびたびロシア軍による攻撃を受けていて、昨年4月にはクラマトルスクの鉄道駅にロケット弾が撃ち込まれ、60人以上が死亡しているぜ。今回攻撃されたレストランリアラウンジは、国際的なジャーナリストやボランティア、ウクライナ兵士などが、最前線の近くで食事を楽しめるレストランとして人気があり、攻撃を受けた際にコロンビアの元和平交渉担当者セルジオ・ハラミリョ・カロ氏が食事をしていて軽傷を負ったんだって。ハラミリョ・カロさんは当時、ウクライナの著名な女性作家と同席して食事をしていたとされ、このウクライナ人作家は現在重体であるというよ。この件についてコロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、ロシアが無防備なコロンビア国民を攻撃したとして非難する声明を発し、抗議の外交文書を送るよう外務省に指示したと述べたみたい。しかし、ロシア政府は軍事的な標的を攻撃したと述べるにとどめ、ロシア国防省はクラマトルスクにおけるウクライナ軍司令官が滞在していたため攻撃したと主張したのみだな。ウクライナ国防省のユーリ・サク顧問はイギリスの BBC の取材に対し、ウクライナ空軍の防空システムは、現時点でウクライナの領土全体をカバーするには不十分な状態であることを説明した上で、西側諸国から防空システムのさらなる支援を望むとしているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。